の？そうだ。緊張せんでええって。うちは長野原花火屋の宵宮や。あ、昔すっごく遠い場所からだけど長野原の花火を見たことがある。ほんま？ほな約束しよ。また花火持って一緒。ほんと？ありがとう。それと失礼ですが、こちらは。いかにも様とつける。昔野外であなたの剣さばきを目にして。それはおそらく拙者が稲妻から離れた時のことでござろう。お主の言うほどではない。それも上里家当主の助けがあってのこと。そういえば、もしかしてあの。そんなにかしこまらせたも。こんなにすごい人と知り合えるなんて。僕話しかけないのか？すまねえ、おいらは臆病者で。そうか？変だな、俺と話してると。おいらもなんでだかわからねえんだ。五郎様と話す。この三人の中で肝っ玉が一番小さいのがおいら。あ、すまねえ、無意識に自分の悩みを語り始め。大丈夫だぞ、みんな向き不向きがある。なあ、何の話をしてるんだ？俺たちも入れてくれよ。カッパ、初めて見た。こんにちは。本当に荒滝様には感謝するばかりだ。それに俺様が親分やってる荒滝派にいる奴らは。おい、イット、また嘘ついてるな。みんなは肝試し大会に来ただけで、お前に連れられてきたわけじゃん。くそ、こんな時にバラすなよ。ひひ、教えてやるよ。稲妻の人脈王といえばやっぱりこのアイ。なんだと？誰の知り合いが一番多いか。やるなら付き合うぞ。怖いことなんかあるもん。お二人とも喧嘩はやめるのだ。しかも羨むほどの友情がある。それはもう。おやー、俺様の子分たちだ。まずい、俺様としたことが。妖怪たちのことばかり気にして。親分。お前ら帰ってきたか。俺は。親分、ごめんなさい。はあ？親分の賢明な判断を疑った。肝試し大会、マジで怖かった。今思い返しても震えが止まらない。ほらほら、もう怖がるな。俺様からの種。本当はだな、ここに幽霊なんざいやしねえ。だよな。そなたたちがどこへ行き何を見たのかはわからぬが。ああ、え、いやようこの姉ちゃん、今は状況はよくわからぬが、私はお前らじゃないとしたら、まさか肝試し大会に。そうそう、あいつお前らの仲間だろ。お二人が会ったというか、今回祭りをやりたいと思ったのは。助けてくれー、大家たち。おやぶん、助けてー。おやかましいな。あ、お前は天領奉行の。安心してよ、たとえ幽霊がいたって君たちのうるさい声を。一頭、その子分たちを連れて他の人たち。旅人パイモン。おう。わかったぞ。ふう、変だな。うわ、これなんだ。見てみろ、最後のもの。肝試し大会の最後の探し物は。どうやらあの巫女は僕たちに三周目を完遂してほしいみたい。でも彼女は、まさか幽霊に連れ去られた。次はまさかオイラだったりしないよな。筆跡は乱雑だけど周りに抵抗した痕跡はない。確かに変だね。
それにしてもジーが3試合で使った3つのものはそれぞれ3つの勢力によって選ばれたものだと僕は考える。資金を支援した商人は団子牛乳を選び、人手を提供したシャブ魚、そして羽子板は多分鳴神大社の人が選んだんだろうね。意味なんて今はいいんだよ。それよりオイラたち、そりゃ噂の豪華ご神物にも興味はあるけど、僕はここに残るよ。依頼はまだ。未知は恐怖をもたらす。わかった。うん、じゃあもしかしたら巫女のお姉さんもたまたま用事があって。最後は僕が仲間になるよ。全ての人の中であの幽霊に会ったのは君たちだけだ。僕は君たちと一緒だぞ。お前もいいよな。今はどうにも手がかりが少なすぎる。僕もまだ推測しかできない。少し調査したい場所があるから後で一緒に見に行ってみよう。どこのことだ？まず僕たちが初めて会った場所さ。君たちの話によれば多分そこには。本当に行くのか？彼女が僕たちを待ち伏せないか心配なのかい？彼女が見つからないと悩んでいたところなんだ。そんなに簡単に。ひぞ。出会う事件が多ければ自然と怖くなく。君たちが最初に幽霊に出会った場所はもちろん、その女性が本当に幽霊なのかと全体を振り返りたいんだけど。私に近づくべきじゃないって言ってた。それにオイラたちが離れ、もうあの時のことは思い返したく。それで？それからオイラは目の前が暗くなって頭もフラフラしてきて、それになんだかあの幽霊の周りに。なるほどね。その話だとた、ほら平蔵だってそう思うだろ。もともと完全に否定してたわけじゃないよ。ただ彼女の正体よりも幽霊だとしても知性があるのなら何か切実な目的。オイラたちの魂が欲しいんじゃないのか？それは多分ただの脅しでしょ。うえ、なんて言えばいいかな。あ、もし僕に魂を取るなんて能力があると、それにそんな秘密を持った誰かが辺りをうろつくことは。それもそうだな。今考えられる可能性は二つだけだと思う。まずは本当に君たちの魂を借りても、もし本当に君たちが呪われてるなら、だからこの可能性は低い。僕が思うに彼女はただそれを理由。オイラたちを追い払って何をするつ。オイラたちを危険させて肝試し大会の商品を独り占めにしようとしてる。あ、そっか、そんなはずないよな。じゃあなんだろう。君たちの話から考える限りじゃ彼女には。あ、でもこれだけじゃまだ何もわからない。常識的に推測すれば、でも僕の勘がこの推測はどっちもただ。オイラたち、枝が何かによって曲がってたのを見つけたぞ。うん、僕も君たちと別れた後辺りを探してみたんだけど、枝が何らかの負荷で曲がっていた他にも焼かれた跡がある場所があったけど、もっと直接的な物証があればいいんだけど。こんにちは。あの、邪魔してごめんね。一つ目小僧、それにヨウコとカッパまで。手がかりを探していると聞いてな、手伝おうと思ったのだ。勇気あるな。オイラたちも自信はないよ。さっき荒滝様の子分たちから詳細を聞いてきたけど、そいつは絶対どこかの怖い悪霊か膨大な妖力。でも参戦は。我らは昔から釜井様とお侍様の友情にはこの憧れがあったからこそ、人から受けた恩には力に限りがあるからとて、このせっかく手に入れた友情に誇りをかぶせたく。鎮守の森は広いからね。調査の人手が増えてくる。じゃあ君たちにも頼むよ、しっかり探してくれ。安心して、僕たちここには詳しい。見てくれ、川の下流でこれを見つけた。
これはなんだ？どうやら黒い布の切れ端のようだが、これは遮光布の切れ端だね。遮光布？うん、光を遮る効果が強くて、よく舞台などの場所に使われてる。切り口が結構荒いね。石とか木の枝で破かれたみたいだ。木の枝？例えば、とても大きな遮光布が木の上にかけ、遮光布を木から引っ張って落とそうとしたとき、どこかの端っこが枝に引っかかって破れ、気にしなかったというよりは気にしてる暇がなかったんだろう。じゃあなんで遮光布を木の上にかけたんだ？僕の推測だけど、もしかしたら君たちが味わった雰囲気を恋に、まだ気にしないで。僕もまだ考えがまとまってない。荒滝派の人たちが脅かされたって場所ももう一回調査しに行きたいんだけど、君たち道はわかるかな？僕道を知ってるよ。荒滝様の子分たちと話した時、幽霊にあった正確な場所を聞いたからさ、僕が連れて行くよ。じゃあよろしくね。さあ行ってみようか。おった時辺りが突然暗くなって、それからおん？なんだか身に覚えがあるぞ。それってオイラたちが見たのと一緒だよな。まずはこの辺りで前みたいに調査をしようかと。どうやら僕たちは真相にだいぶ近づ、今ほぼ確信できるのは、君たちがあったその女、彼女は不思議な力も持ってない。ただ前もって準備した小道具？そんなものでできるのか？まず肝試し大会の存在自体がここの雰囲気。当時の君たちは業界の3人に脅かされたところだった。その上な緊張のせいで呼吸は荒くなり、彼女があらかじめ撒いていた睡眠花粉を吸っちゃった。その瞬間、彼女は遮光布をさっと抜き取って鬼火を燃やし、未知で虚ということは彼女の言動は、おいらを騙すだな。でももう一つだけ問題がある。僕にこの件の調査を依頼した人は、これはただの小細工でできることじゃない。でももし彼女にそんな力があるのなら、どうしてたくさんの小道具を用意。おいら頭が痛くなってきたぜ。そうか、森の中では小道具なしに人を脅かせないが、砂浜では不思議な力を駆使。早っ。集団行動の可能性を除けばの、君たちがあったっていうその女子、我らも、いや君たちには帰ってみんなに怖がらないように伝えてほしいんだ。もう時間を、真相はもう浮かび上がった。不要な恐怖心とはさよならして。わかった。じゃあ安全に気をつけて、何かあったら大声で僕たちを呼んで。危ないことなんかないよ。でもありがとう。わかってたわ、やっぱりここまで探しに来たのね。出た！妖怪の仲間だと思ってたのに、あいつらはお前を見たことないって言って。お前一体誰なんだ？言ったはずよ、話しかけるべきじゃないって。いい加減に離れないと。今は小道具とかない。動かない方がいい、君のためにもね。そんな妖力じゃ僕たちを脅かすことはできないし。妖力？なぜそのことを。物を拠り所に生まれる妖怪は、本体以外にも、本体の近くにいれば多少妖力を使えるけど、本体から離れすぎると力は劣る。そして本体が壊れてしまったら、それを拠り所として生まれたよ、仏霊とでも言えばいいかな。それともつくも神の方が。ややこしいことはいいわ、自分の名前がある。羽生田千鶴よ。千鶴、なんでオイラたちに離れて。お前も妖怪だったら
一つ目小僧たちの考えを理解でき、それに一緒に秋津遊戯を遊んだ時も楽しかったぞ。そう、だからこそ君たちにもあんな悲しみを味わってほしく。悲しみ？どういう意味だ？妖怪たちから釜井様と物の符が知り合うお話を聞いたわね。あの話、本当は続きがあるの。出会った時、物の符はおよそ25だった。10年後、再会した二人はすぐにまた意気投合した。飲み、遊び、磨き合って、初めはただ気の合う仲間同士だった二人が互いを思い合う親友になった。そしてまた10年、モノノフの剣術は極まり、なんと試合に勝つことさえあった。釜井様は驚いて酒を断ち、修行をし、再戦に燃えていた。でも次の10年目、人は約束を守れなかった。南で起こった戦に駆り出されていたから。妖怪にとって10年など一瞬、釜井様は気にも留めなかったけれど、次の再会の時、釜井様は目を疑った。モノノフは弱い65で、傷だらけ、白髪だらけだった。おい小僧、まだ剣を握れるか？自分は年じゃ、もうそれには答えられん。こたびは別れを告げに参ったのだ。そうか、秋津羽遊びにもう一度付き合ってくれるか？それもよい。モノノフは全力を尽くしたけれど、衰えた体力のため早々に退場となった。釜井様は羽子板を置いてしばらく黙り込み、長いため息をついた。実に遺憾だ。実に楽しみという言葉から実に遺憾まで、釜井様の要望が変わることはないのに、目の前にいる旧友は老け込んでいく。傍観者の方が冷静だと言うけれど、この一部始終を目撃した私は残酷なことに気づいたの。私たちは人と寿命が異なれば性分も異なるけれど、同じ土地で生活している。お互い触れ合い惹かれ、夢から目覚める時に残されるのは永遠の思念と見識の広い大妖怪でさえこうだったのよ。単純で善良な普通の妖怪たちが別れの時に味わうかな。だからお前はこの砂浜に身を潜め、最後の日が訪れる時を待って。彼らがたまたま秋津遊戯をここに置いたせいで、私は長い年釜井様と人のモノノフの話を聞いたからといって、無限の期待と熱情を抱いたまま。だからあんなおかしなことをして、前浜辺に閉じ込められた人もいたらしいけど、あれもお前なのか？私の力はもうだいぶ弱まっているわ。ほとんどは集めた道具で人を脅かす。でもあいつは欲するものを貪り、悪ことを知らなかった。だから妖力を使って。はい、そうだったのか。お前ってそういえばあの釜井様と侍の話。答えたくないならいいよ。僕には、君の正体はこの羽子板だろ。羽子板？は、数百年前、妖怪釜井と人間の侍が秋津羽を強い妖力の影響を受けて、そこに意識が芽生えたんだ。彼らのも数百年の時が過ぎ、妖力による守りも虚しく、羽子板本体は朽ち果てる寸前。それから僕の推測が正しければ、この羽子板が。全くその通り、実に面白い推理じゃった。わっぱたち、肝試し大会3戦目の勝利。巫女、それに巫女のお姉さん。ごめんなさい、八重様のご指示でして。どうじゃ、
恐怖が未知によるものであれば、局面も混乱すればするほどよい。そしてとうとう主催側のものまでが謎の知り、やっぱりわざとオイラたちをビビらせたのかよ。瞳、まず戻って他のものに肝試し大会の真相もはっきりしたことだし、僕も依頼人に会いに行こうかな。窃盗未遂、二人とも。じゃあね。そういえば、ミコ、羽子板を三戦目の目標と。ミコ、八重様。とある年の三戦花祭り、わらわは狐西宮様の傍らで、秋津羽根、あの時、何時を目にしたんじゃ。当時は確か人の姿は。思い出した。あなたは狐西宮様の肩に乗っていらっしゃった。あの先日わらわは浜辺で散歩していたんじゃが、こ揚力はかすかなものじゃったが、何時を見つけた。何時は木の上にそ、我慢しろ、人と関わるな、そう言って自らを戒めておる。いつかしら。あなたに全く気づかなかった。何時はそこまで力が弱っておるんじゃ。気づく方がおかしい。本当はずっと自分を責めておったんじゃろ。何時は心の中で構え、当時私はまだこのように人になることはできなくて、ただ朦朧とした意識。二人が三千花祭りで知り合った時、私はとても誇らしい。別れの後、釜井様はよくため息をつかれていたわ。私は心の中で自分を責め、八重様、あなたは有名な大妖怪なのでしょ。私の知らないことをたくさん知っているはず。一つまた一つと出会いが増え、同じだけ別れが増える。私たちと人との出会いに本当に意味があるのかしら。なぜないと思う。何時と旅人はとても楽しかった。でも、でも理性がそれを間違っておると。じゃあが、何時の言う釜井と侍の話には。そんな、釜井様と人のものの不はもう二度と会わなかったはずよ。しかし話はそれで終わりではなかったんじゃ。侍の名は柳橋拓。奴はその剣術を釜井と切磋琢磨するうちに悟ったそうじゃ。そして三代目師範の500年ほど前、釜井は富永と肩を並べて最後まで戦った。その時富永が使った刀は柳橋から伝わったものじゃった。そうだ。わらわたち妖怪は確かに人とは違う。わらわたちにとって、じゃが出会いによって生まれた縁西というものは戸惑うことはない。幸運矢のごとし。だからこそ見逃すことなく楽し。おい、最高のダチ。いっと、なんでここまで来たんだ。人々からことの経緯は聞いたぜ。こいつの正体だって知ったぜ。だから俺様は他の、うん、お前この間の狐女じゃねえか。わらわのことは気にするでない。何を話よく聞け。肝試し大会の終了を祝って一緒、俺様は考えたんだ。妖怪たちの妖力だけじゃできねえかもしれねえが、俺様が参加す。俺様、ある時天下百鬼の王イットがみんなを率いて。さすが荒滝様。おお、本当に大丈夫なのかよ。そりゃどういう意味だ。今回は俺様だけじゃなくて他のやつも手伝って。今はみんな準備してる途中だが、もうちょっとすれば祭りの完成だ。荒滝様、最高。祭りと言われれば、わらわが行かぬわけにもいくまい。
ああ、祭りを回るのは…ミッドのやつ、たまには頼れるじゃないか。ひひ、祭り、うまいもの。オイラの出番だぜ。ええ、君たちさえ、良ければ。ペディゴローも、ああ、時間さえありゃ、絶対ここに超でっけえ釣り堀を作るんだが。釣り、渡積島では直接水に潜って魚を捕まえていたな。魚を捕まえるより釣りの方が絶対楽しい。この前も超でっけえ魚が釣れて、大きすぎて処理に困ったぐらいだぜ。そんな悩みがあるなんて。そんなにでっかいやつなのか。なんで教えてくれなかったんだよ。ん？八重堂に手紙？そうだ、俺様は月刊漢字に投稿してひなさんに相談したんだ。奇遇だな。俺も普段そこで副業をしてるんだが、この間たまたま似たようなね。ん？超でっけえ魚が釣れたって悩みか。まさか、まさか釣りで俺様と互角に渡り合えるやつが存在するってことなのか。ダメだ、こうしてる場合じゃねえ。お前ら釣れたら魚の宴をごちそうしてやるよ。あとちょっと難しいな。よいみや姉さん、心配しんとき、うちの秘訣を伝授したら。見抜いて素早く。ヨーヨー釣り、娯楽小説でよ。試してみ、片っぽの目一つ閉じてちゃんと見定めたら。見るからに難しそうだぞ。旅人にやらせよう。でもよいみや姉さん、僕が目を一つ閉じるとな。ラーメン、美味しい。そうですね、久しぶりにいただきました。あやかは普段ラーメンをあまり食べないの。あなたたちでしたか。すみません、脂っこく塩分も多いからと周りに食べる機会を制限されてし。大変ね。うんうん、だから彩香はケーキを鍋に入れたんだな。はあ、それは忘れてください。ふう、お腹いっぱい、少し眠い。そういえば昔の妖怪たちの祭りには何か特別な出み。話せば長くなるけど、ヨーヨーを一つも釣れなかったなんて、お前の腕も落ちたな。まあ最後は千鶴が一つ釣ったけどな。欲しそうに見えたから。オイラも欲しいぞ。じゃあ今度もう一つ釣ってあげる。やったー。旦那、これはいつもと比べて高すぎるでしょう。祭りだからってそんなに値段を釣り上げない方がいいよ。露店を出すのにもお金がかかるんだ。ちょっとばかし高く売らなきゃ元が取れない。じゃあお面を5つ買うから3割引きしてくれるってのはどう？はいはい。暑い、干からびそう。そんなに近づかず、もっと後ろに行った方が良いでござる。わかってるけど、普段はこんなに綺麗なかがり火を見ることないもん。この世には美しき風景が山ほどある。そう焦らずとも。まさか妹子にまで教えていなかったとは。あの様子じゃさ、ここで何が起こったのか事前に教えると面白くなくなってしまう。友人がそばにいるのですから、怖すぎるということもないでしょう。少しばかりびっくりする方が。
今回の計画は実に順調じゃった。それは私も同感。ミコ、アヤト、お前らの笑いって怖い。うん、祭りを回り終えたのか。では楽しかったか。すっごく楽しかったぞ。本物の三千花祭りは今よりも100倍賑やかじゃった。でも何時らが言っても友人と回る祭りの方が楽しい。そうじゃろ。ええ、ありがとう。ほれ、わっぱに何か言いたいことがあるのじゃろ。そうなのか。また見抜かれるとは、何でもお分かりのような気が。何でも分かるのではない。ただわらわにもそう。旅人、今時間はあるかしら。ちょっと、ここにしましょう。ありがとう、付き合ってくれて。実はね、初めて自分が人に化けられるって分かった時、すっごく嬉しい。羽子板の化けた妖怪は祭りから生まれた妖怪だもの。生まれつき祭りに参加したかったし、人と友達になりたかった。でも夜が更けて人が寝静まる頃、思い出してしまうの。老いたもののふが羽子板を置いた時の苦笑いや、考えたわ。もし私が人と友達になったら、だからいけないと思った。絶対に同じ悲劇を繰り返してはいけない。ごめんなさい。初対面の時からわけのわからない話。君はびっくりして逃げるかと思ったのに、二回目に会った時は何事もなかったよ。妖怪たちの仲間だと勘違いされてるのがわかっていたのに、そこには触れず。そうね、私もよくは。でも多分、私はずっとカマイ様のように自分の残り時間が少ないってわかってたから、きっとこのまま孤独に去りたくなかったんだと思う。とにかく一緒に遊んでくれてありがとう。この前の秋津遊戯、パイモンちゃんは負けた人に自分の願いを一つ叶えてもらう。あの時私が願ったことは、結局あなたたちは私を見つけ出したから願いは叶わなかったわ。そうね。じゃあ、私を覚えていてほしい。よく聞いて。今後も君の旅路が祭りのように楽しいものでありますように。